これですね。たちのセット打法ですか。そう、オバフロは狙うもんじゃないよ。いや、それがあの連チャン打法があるわけですよ。ワクワクします。あのミラーボール一発確定打法があるわけなんですよ。でまずね、欲しいのがね、まず言っとくよ、このイーグルクローね、今の流れなら97で出るかも。だから先に回してみれば、光の盾はいらない。え、盾がいいの。いやでもこれをね使わないから、俺絶対これ絶対使わないから。あとね、これをこれ持ってないんですよ。このライトブリンガー持ってないんですよ。ライトブリンガー、これを当てなきゃなんなんでね。あとはいらないね。あとは使わない。これももう持ってる。これもゴードンなんか使わない。和国です。後で聞きたいことあるのですが、はい、はいはい、なんでしょう。あとね、癒しの杖。ああ、これはちょっとね、いるか。癒しの杖回復はね、一番の当たりは、ライトブリンガーですね。そう、グローブだけは回避してください。そう、グローブだけはね、回避しないとダメだね。よし。じゃあ、ちょっともうすごい熱いな。間違えた。こんにちは、なんだぜ。はい、こんにちは。ライトブリンガー出れば青だったんだけど、まあ、いいや、わら。あのライトブリンガーの 3本目和国中、まあ、3本なくても2本でも十分でしょう。私がソータロさんの代わりにグローブ引いときました。000000、すまない、おまじないだ。今月は11連でオーバーフロー出ました。おお、みんな来てる、はい、こんにちは。よし、じゃあ行きますか。たちの生息性強化だから何個あってもいいですよ。あ、いやでもそのキャラを使わないから、まあまあ盾はいらないかな。もう一度、こいこい、今回のソータロさんの引きで一撃で、よし、じゃあ行こう。じゃあこれね。今回の本当はバーストあるからそれで十分。オーバーフローの、ミラーボール確定打法ですね。でこのあのやり方を皆さんに説明したいと思います。まずはですね、一回ここの、自分の引きたい装備召喚の画面を一度出してください。でこの状態で、11連ガチャを一回押します。でここの画面に出てから、一度、タスクキルをするような方法で一回これを消しちゃいます。これを消しちゃう。そしてもう一度立ち上げ直すと、これでセット完了ですね。ここでセットを完了して引くと一撃で当たるわけですね。これはあの誰でもできる簡単な手順でミラーボールを当てることができるわけですよ。そしてここでもう一度、ここでですね、自分の引きたいものを画面を出して、11連レア召喚、そして今回私は、ジェムで召喚する。で、ここが肝心なポイントですね。この肝心なところ。ここを、長押しします。長押しで3秒。この長押しで3秒を押すと、ミラーボールが出てきますね。はい、じゃあ行きますよ、皆さん。1、2、3。それでこれで離す。失敗しました。反応しない。もう一回やりますね。1、2、3。はい。ここで OK。この3秒でミラーボールが当たるわけですよ。こい。やっちまったな。はい、出てこない。いや出てこねえじゃねえかよ。出てこねえじゃねえかよ、ミラーボール。いや、残らなかった。マジかよ。すごい、しかし。
まあ、あの虹はいっぱい来たけど。いらんことするから、笑った、笑った、わらわら、よいつすごい、笑った。これバースまあ、あのライトブリンガーが来ればいいですね。ミラーボール来ないけど4つ、うん、00、00、あ、これも来たね、回復ね。1回ミスったからだな、うん、あ、1回ミスったからかな。いや、ライトブリンガー頼む、ライトブリンガー、あー、グローブ、うわうわー、来ねえな、ライトブリンガー。出た、わらわら、笑った。いや、最後の鳥でグローブ来たな。もしもし、警察ですか？おば風呂詐欺に会いました。あらら、わら、グローブ屋さん書いてた。あー、しかしあれだな、単発が溜まったな。ジェムが97ジェム溜まったな。最後のフェスで運営のトラップがクソ笑った。もしもし、弟子弟子詐欺に会いました。地獄モードセットだ。ほやさ、久々に、さすが小室さん。これちょっとずつちょっとずつ、あの半端の分がね、溜まってくるんですよ。この半端が、この半端が俺がめったに引かない、まさかのグローブ屋総太郎さんちいっす。はい、あ、はい、こんにちは。まさかの単発で、単発で、単発なんてめったにないからね。単発で紙引き、単発でミラーボールが、はい、来ない。あー、グローブ祭りやー。そう、ライトブリンガー来ないな。はい、ミラーボール確定打法ですね。これをわらわら、ジェムで引いていきたいと思います。これをまず購入で、これでミラーボールが当たりますね。はい、揺れる、はい、来ない。うわ、1個だよ、ちょっと1個。東北はまだ。うわ、渋い。あ、これやらなきゃよかった。これもあのやらなきゃよかった。渋い、わら、これ1個じゃもう絶対あのグローブじゃん。あの、こんなのライトブリンガー来ないでしょ。コロスケボイスの闇、わらた。おい、グローブ、おい、嫌な予感したもんだって。絶対グローブだと思ったもん。なんだよ、なんなんだよ。悔しい、おい、絶対これ来るよな。悔しい、悔しい、悔しい。だが、これでいい。ゼロゼロゼロ、ゼイゼイ、疲れた。大の耐震工事は完了したクポ。地獄モードにセットするから。ダメだ、これ3000円でこの1個はだいぶきついんですけど。小室さんがニヤニヤしてます。久々に聞いた、わら。あれ、厳しいよ。あの、焼肉食べに行った方がいいよ、これ。最新の顔出ししてる人です。ああ、あの、その人ね、いや、あの、今日からあの見始めたの。いや、というか動画1個しか出してないでしょ。ここで伝説の、なんかね、あの、可愛い方がね、いたから。おばふろコンプはきつい、うん、伝説の3連すれば来る、アブドゥルが言ってます。何？アブドゥルが言ってる？あの、占いでアブドゥルが言ってるんじゃ、これは引かずにはねえ、引かずにはいられないだろう。俺はアブドゥルを信じたぞ。しました、わら。そうそう、あのコメントしたの。息子も見てます。アブドゥルの予言が出たら、タロットカード占い、わら。アブドゥル、俺は信じてるぞ。延命の祈り届くか。イエス、アブドゥル、よっしゃ、揺れた、よし、来た。ライトブリンガー、ライトブリンガー、アブドゥル、アブドゥル頼む、ライトブリンガー。イエス、アイアンム。ライトブリンガーじゃない。おい、杖、わら、変な杖が出てきた。おい、ライトブリンガー出てこねえじゃん。うわ、もう青くなったぞ。おしゃれステッキ、レオン、出てこないぞ。
ちょっとアブドゥル信じていいんだろうな。これもう一回引くか。あ、もうあのやめとくか。